今僕は広島県の宮島に来ております。はい、ということで始まりました。今回のトラチャンネルはですね、過去の動画を見ながら旅していきます。まあ、動画と写真なんですけど、2018年の1月にですね、学会の勉強会で広島に行って、その前日入りをした時のぶらり旅の写真を見ながら、外出気分でちょっといろいろ語っていきたいと思います。よろしくお願いします。でですね、到着後に一番最初に食べたのはこれです。はい。で、その後食べたのがこの穴子飯っていうのを食べまして、宮島口本店上野ってお店なんですけど、めちゃめちゃうまかったですね。で、食べた後なんですけども、宮島に行く予定を立てておりまして、ここがフェリー乗り場のところですね。なんかですね、JR がやっているフェリーと、あともう一つかな、二つフェリーが出ていて、どちらか選べるので、皆さんどちらか選んで行ってみてください。で、その選んでみてくださいっていうのは、若干ですね、航路が違うみたいなんで、鳥居の見え方とかが違うらしいんですよ。なのでね、しっかりと調べた上で自分の好む方に行った方がいいと思います。ちなみに僕は、厳島神社の鳥居、こんな風にちゃんと見えました。で、宮島に着いた時の入り口のフェリーの乗り場がこんな感じで、着いて降りると、もうこういった門があるっていう感じですかね。で、まあ、こういった形で出迎えてくれる歓迎っていう、席ありまして、まあ、こんなのもあったんでね、ちょっと写真に撮っておきました。懐かしいっすね。で、向こう側に見える方が、しっかり本州っていう方ですね。海を渡ってきたって感じです。で、厳島神社に向かう時の道中の写真がこんな感じでして、ですね、当時のインスタグラムの動画とかもあったりしたんで、それダウンロードしたんで、まあ、それも流しながらね、語っていきたいと思います。その時の動画がね、こちらになるんですけども、広島は宮島に着きました。すごいです。めっちゃ感動しております。見えますかね？鹿います、鹿。やばいっす。ということでね、ちょっと映像がね、フィルターかかってたんですけど、まあ、うまくゲットできたんでね、流してみました。とてもね、感動しましたね、やっぱり。鹿にまず驚きましたね。はい。それだけすげえ覚えてます。で、厳島神社入る前に、この石通りっていうのか、関通りかな、あって、それを抜けてしばらく歩いていくと、大本命の大通りがありましてですね、まあ、だんだんこうアップにしていくんですけども、やっぱ迫力ありますよね。ちょっとやっぱ違いましたね。で、いざですね、厳島神社の方に入っていったんですけど、厳島神社の中に来ております。やばいです。これがですね、さっきのその時の当時のインスタグラムの映像で、まあちょっとやっぱ違いましたよね。感覚が少しなんかこう、なんでしょう、ちょっと普通の神社やねえなみたいな感じですかね。もう言葉に表せない感じで、僕も初めて行ったんでね、ただただ感動したっていう感じが多かったですね。で、一応ね、この写真ね、アップしているのを場所調べながら、チラック入れてるんですけど、ちょっと、メイビーというか、多分、みたいなところもあるんで、100% 合ってないかもしれないんで、よろしくお願いします。で、柳小路ってところを歩きながら、少し厳島神社を中心に、ぐるって回って、歩いた感じになります。で、いつきコーヒーっていうコーヒー屋にあるコーヒーに合うクリームパンっていうのを食べたんですけど、これめちゃめちゃうまかったっすね。はい。で、その後に、町屋通りっていうところ歩いて、で、結構有名な観光スポットっぽいんですけど、もう出店がめちゃめちゃ出てて、もうちょっと小腹減ってたんで何か食べようかなっていう風なものは考えたんですけど、どこで何食べようかなっていう感じでもうすんごい迷っちゃって、どうしよっかなって言ってたどり着いたのがですね、もみじまんじゅうでも、なんか揚げもみじっていうのを売っているお店がありまして、そのお店がですね、この、
ですね、写真になるんですけども、あ、ごめん、次の写真かな。これですね、はい。揚げもみじってね、札にも書いてあるかなと思うんですけど、これ、めっちゃうまかったです、マジで。もう、たまんなかったですね。で、この豆たぬきが隣にあってたのは、あんま気にしないでください。はい。それとですね、至るところにもみじマークがあったのがやっぱ印象的でしたね。あとですね、自分お金がなくて、ゲストハウスに泊まったんですよ。その時の映像がこちらになります。バーイ。この泊まってるゲストハウス盛り上がってまーす。もうね、たまたまね、めちゃめちゃ人がいっぱいいて盛り上がったの覚えてますね。で、次の日なんですけど、もう写真何枚か出てるんですが、夜ご飯探しに恵比寿通りっていうところの商店街を歩いたのを覚えてます。この辺ちょっと恵比寿通りに当たるかわからないんですけど、で、ちょっと目的がありまして、ですね、原爆ドームを見たかったんですよ。ちょっとね、せっかくなんでね、その時の動画これです。今私は広島原爆ドームまで来てます。夜の原爆ドーム初めてです。いや、ちょっと災害薬剤師としては外せない場所になってます。まあ今インスタのね、動画でも言った通りなんですけど、やっぱりちょっと僕災害医療やってたんで、この場所には一回行きたいなと思って、で、まあ自分の足で歩いてみたって感じですかね。で、その後は、しっかりまた、歩いて帰路に来ました。もう、遠かったんですけど、めちゃめちゃ。まあ、その時食ったね、広島風のね、お好み焼きが、こちらになりますっていう感じで。あと、もう一個ね、行ったんですけど、現在私は広島城に来ているんですけども、研修後に来たため、残念ながら、閉館で入れなかったです。しくしくしく。そうなんですよ。ちょっと広島城入りたかったんですけど、研修後で入れなくてですね、代わりにって言ってはおかしいんですけど、広島の五穀神社に行ってきました。まあね、これで広島の過去の動画を見ながら、もしくは写真を見ながら語るっていうのは終わりになりたいと思います。架空の外出、まあまあ良かったでしょう。この後もいろいろ出していけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。バイバーイ。